こんにちは、岩田ゲームラブのパジオです。もうすぐ DLC 第5弾来ますね。マリオカート界はもう盛り上がってきているのがひしひしと伝わってきます。先日のマリオカート8デラックスの世界大会でも日本代表が世界1位になりましたね。おめでとうございます。今回はそんな今盛り上がっているマリオカート8デラックスの DLC 第5弾のトレーラー発表でのパジオ的衝撃ニューストップ5をやっていこうと思います。みんなの中にもそれぞれ衝撃あったと思うんですけど、今回はパジオの中での衝撃度でランキングしていきたいと思います。デイジークルーザーの追加とか、ボスパックン来たのにパックン神殿来ないんかいとか、いろんな衝撃があったんですけど、今回はベスト5で選んでみました。それでは行ってみましょう。ロサンゼルス高速が晴れてる。トレーラー初めて見た時は気づかなかったんですけど、なんか違和感あるなと思って見てたら、夕方から晴れに変わってました。青空の下、ロサンゼルスコート走るのも楽しみですよね。新コース、シャボンロード。ここに来てまさかの新コース登場でしたね。リボンロードの続編を思わせるようなコースで、可愛らしい小物なんかもね、いっぱいあって、コース自体にもいろんな仕掛けがありそうで楽しそうなコースですね。ノコノコ岬追加。これは本当に賛否両論ありましたね。うちのコメント欄でもいろんな意見がありました。DLC 第5弾のトレーラー初めて見た時に BGM 聞いた時は結構な衝撃でした。 Wii、3DS、マリオカートツアーと結構ね走り込んだ人も多いと思うんですけど、8デラックスではどんな風になるのか楽しみですね。花ちゃん参戦。大人気の花ちゃんバギーがあるのにまさかの花ちゃん参戦でしたね。正直びっくりしました。みんな絶対花ちゃんを花ちゃんバギーに一度は乗せてみますよね。パジオも早く花々で走ってみたいです。パジオ的衝撃ランキング第1位、ムーンリッチ&ハイウェイの BGM のアレンジが神すぎる。この BGM のアレンジかっこよすぎでヤバすぎでした。もう言葉はいらないですね。一回聞いてください。早くフルバージョンも聞いてみたいし、この BGM をバックに早く走りたい。以上が DLC 第5弾パジオ的衝撃ランキングトップ5でした。第5弾追加当日12日の10時からパジオ&ママルコで初見ライブやります。平日のね昼間なんで、奇跡的にね時間が空いてた方はぜひお気軽にね遊びに来てみてください。このランキング少しでも分かるって思ってくれる人いるかな。パジオもねみんなと一緒に楽しんでいきたいなと思ってます。今後もねこんな感じの旬な動画作っていきたいなと思っているので、リアルタイムで一緒に楽しみたいなと思ってくれた人はチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。いやいや1位はあれでしょうとか、なんであれがないのとかね、皆さんの中での衝撃ニュースもあったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイ。